はい、では次の試合いきましょう。ノベルコア VS 菅AK ガミ、出たってください。まずはビートを聞いてからのじゃんけんとなりますので、ジェラルド・パーマ聞かせてください。こちらでございます。じゃんけんお願いします。あ、はい、チェンジです。8の3本です。参りましょう。先攻ノベルコア、後攻菅AK ガミ、レディーファイト。ステージに上がって光合成、高すぎる俺の即興性、どうも僕が高校でってラップ始めたての高校生。おい、俺相手に高校取る、そのビビッチョな感じだが、菅さんが俺を睨んでる、俺の方が悪ノリで決まってるだろ。俺悪ノリ、ポンツとすぐに咳込み、だから言った菅AK ガミ、セキュリティもすぐ飛んでくる、つまりはそのぐらいごついパンチラインで一発 KO、 即興だったら俺だぜ、そう勝つのは俺だ、ノベルコア単なるボーイヤー。やっぱグラグラだな、ラップの上手さなら俺の方が上だぜ、何クサスパスパ、またそんな話ばっかりしてるやつ、くだらない、あんたのポケットパケの中に何入ってるか、それを見せる、知ってるぜ、パケの中はタイマー、こいつの化けの皮ならハイだ、もしかしたらタイマーだけじゃないかもしれない、お前は誰、知らない、お前はすぐに負ける、もちろん知ってる、ポリスも負けるぜ、菅AK ガミ、そのまま悪ノリ、誰がうまい、下手、嘘嘘つきか、本当のことえぐるないよ、こっちだバロ、さっさとかかっこいいよ。お客さんの方が疲れちまってるからさ、俺がちゃんとここで調整しといてやるぜ、お客さん顔が硬いですね、まだいけるか、俺まだいけるぜ。意味わかる、これ菅さんの歌詞、それを仮でラップする、これがサンプリング、サンプリングソースなら一網打尽、知ってるゼロから作ってきた一の歌詞、ブル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 震えてる、ブリ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 朝から吸う、俺ならこのまま即興でごっついパンチ出す、朝昇竜みたいな感じの相撲取りだけど、俺が作り上げる今日のストーリー、ポケットすんなよこのクソガキが、アンラッキーだ。終了、聞きましょう。先攻ノベルコア、後攻菅AK ガミ、勝者菅AK ガミです。ノベルコアに拍手を送ります。いかがかな。はい、ありがとうございました。バトル、なんかやめるみたいな、なんか感じの噂が流れてるっぽいんですけど、全然やめる気ないんで、これからもお願いします。ありがとう。いいね。先攻コアボーイ、後攻シンペータで行います。レディーファイト。よよ、後輩相手に高校、クソダサいですよ先輩、そういうとこ拙者が運転者って、その玉袋にタトゥー入れてやるわ。マジで見せていくぜ、おいボレおっさん、しっかり見せて、調子は東西、渋谷ファミリー、ウェッサー、この2パスで蹴りをつけるさ。玉袋ならバレなくていいな、死ぬほどでかいけどインク足りるか。キングの器、先輩高校で測れるか。それでどうした、お前の噂いっぱい聞いてるから、やりたくなった、コアボーイ、そんな怖そうにしなくてもいいぜ、ここ3日でやろう。全国の津々浦々バトル見てきたやつ、うつつ抜かすな、拙者が運転者、流行語大将、お前ハゲだろがスポットライト、yeah、それじゃ俺に任せない、任せない、やつは相手にならねえ、大阪はエンター、東京は天国、戦車通行止めの方向車天国、大阪のセンター、東京の戦国、どっちも取ってんだ先輩、っていうか言うぞ、流行語大将、運転手以外言うことないの。お前が最初言ったから全てひっくり返すよ、大事なのはコア、ハードコアより、ここはどこだ、今日は俺の部屋。終了。はい、判定をお願いします。
そうなるよね、なるよね。はい、聞きますよ、どっちか片方です。先行コアボーイ、高校新ベータ、新ベータ。亀 AK 亀 VS 健太さん、キューバル出てきてください。カードが厚すぎる。いや見れるんだ、ね、ああ、ジャンケンお願いします。あ、先行先行っすか。あ、カンさんこっちお願いします。高校っすね。はい、3本です。先ほどと一緒、ビート変わります。余人気聞かせて。いきましょう。先行健太さん90、高校関営系神で行います。レイファイ。いや、あれから10年経った。恵比寿のミルク、新宿のロフト、いろんなところで何回も負けた。 B ボーイパークだって1回も負けた。だけどよ、俺はどこでか負けたなんて1回も思ってない。今日はリベンジマッチだから、いつも俺も期待値上げて、ここで危険地帯に突入していく。なんか当たりそうな予感がしてた。そしてここで実現、マジで嬉しいぜ。こんなことはなかなかね。10年分の充電、俺が全部見せてやるよ。あの頃よりよっぽど切れてんだ俺は。あの時よりも、そうだ、母さんはどうなんだ。あの時よりも切れてんのかどうか俺に見せてくれよ。なんだよ、ガッツリガンガン来るんじゃねえかよ。簡単にそこをぶっ飛ばす。だけどね、俺のフットワーク。だけど健三390、俺と映ったら今日も検索数がガンガン上がるだけの戦国に今日は俺は出ているが、まだまだ当たんねえな。その目ん玉は本気だが、モンスターと審査員、ふざけんじゃねえよ新ベータ。負けてんだったら俺は進化なんもねえな。今日のこの大会だったら俺はやりたい放題、ここからやるだけだ。審査員もモンスターも全部関係ない。そんなもんじゃなかった。俺が負けた時はもっとキレキレのバチバチの感じで俺に向かってきた。なのにこんなもん、ここで終わりじゃマジで残念で後悔しか残らなそうだから、俺は 100% 超えて120全部出す。チャレンジャーの気持ち久しぶりに思い出させてくれてありがとう。でも負ける気ならさらさらねえ。こっから先俺次々バカで上がってくぜ。若手だった頃まだまだいけるぜ。俺まだ若手のつもりでやる。モンスター審査員全部関係ない、見せつけるぜ。若気のつもりでやってる。お前は若気の至りなんで、俺の怒りが積もったらお前はつまりは単なるクズになる。勝つ当然だが俺は当然このまま勝っていくぜ。この勝負まだまだ大丈夫。俺の方が当然お前の服よりクソドープな真っ黒。こんなフローかましているだけだ堂々。白昼堂々ぶってブランドでいつでも上がってるぜ。小連れでもだったらお前は小つく。今もねえぞこんなクズ相手にしてらんねえ。俺の言語じゃねえ、こんなフローでぶちかます。服が真っ黒とかどうでもいい。おすぎとピーコのファッションチェックぐらいくだらねえ。ヒルナンデスとか見てる自慢なんて俺にはないんです。やっていくだけ証明する。証明当たる少年も女の子も男の子もラップする時代になったらしいが、変わらないものもある。芯がぶれないままやっていく。あの頃の俺と今の俺、どっちがやべえのかをカンさんあんたの前で見せつける。ここでぶちのめすことで証明する。分かりやすく、いや何度でもいける。証拳じゃ味わえないような興奮がここにはあるぜ。おいおい、相当お前はトラウマ、昔のことが。そんだったらさっさとトンズラしとけばいいんだよ。俺がお前にこのまま与えていくのは衝撃だけじゃねえ。感覚は上下に揺らす暇もねえ。なんでかって言ったら俺の陰で潰すだけ。お前はそのままこんな昔のしがらみばっかり問題にする。何かアンダーグラウンドか教えてやるぜ。お前はハットをかぶってるが、俺はそんなファッション選手じゃ上がらねえ。でドリーム何がワンダーランド、今日はかつてこのアンダーグラウンド。終了お願いします。どっちか片方です。いきます。先行健太さん90、高校関営系神、勝者健太さん90、関営系神にも拍手をお願いします。母さんに大きな拍手をお願いします。母さんありがとうございます。母さんありがとうございます。母さん一言なんか、一言系なんでしょこのイベントは。はい、一言系だよね、負けた人。いや全然いいっすよ、喋ってください。喋、はい、りません。喋ってくださいよ。いや今日はね、もう子供がおねんねする時間なんですけど、はい、勝たなきゃなと思ったんだけど、健三390が意外とバチバチ来ていい感じで、僕もバチバチなりそうだったんですけど、もしかしたら引退どころか戦国来年も出ます。おお、あの菅さん本当に2005の健三390 VS 菅の試合見て、僕言い忘れてた、とうとう来たなこの時がって言おうと思ってたんだ。あと、それ言えば勝てたよね。そうですね、忘れてた。そう言ってほしかったんすよ。ごめんごめん、はい、よろしくお願いします。こういう場に本当に呼べたことに、今の試合ができたのに感謝します。ありがとうございます、本当にありがとうございました。お願いします。